Shine the light, I won't shine the light, I won't 今を待ってて明日は星の瞬きを超えてくたり明るく全部委ねたて日なんかね、歌に正解があるって感じながら歌ってる気がして、その正解を目指して歌おうとしてる気がして、もちろんこう心躍ってこないんですね。体硬いですよね。なんて言うんでしょうか、このマスキラに当てるのはすごくいいんだけど、I got up, I got up, I got up っていうのは声優さん吸収すべきものがたくさんあるんじゃないですか。彼からはなんかこっちが教えてあげるイマジネーションがちょっと湧いてきます。本人がもう少し自分でもっとここうまく歌えたらなって思いながら歌ってくれてたらカラー伸びると思いますね。まあ思ってるでしょうね。センスはあるかも。下向いてても自分の世界があればいいんですよね。すごいアントニーワールドが出てる気がする。聴いてて楽しいです。額縁から外れるような絵が描けるような歌い方ができると彼は伸びると思うけど、基礎的な発声をしなきゃダメですよね。彼はフロントにバーって前にアタックして歌うのって、声は前に出すんだけれども、実は前に出すということは後ろに出すのと同じことなんだけど、押すと引くは物理的にも一体であって、前に押し合いすぎるから痛いですよね、聞いてて。ごめんなさい、僕彼のこの歌へのビジョンがよくわからないんだけれども、僕はオペラをやってた時に先生に言われたことがあるんですけど、顔で歌うなって言われたんですよね。歌は声がドラマを作り出すのであって、彼はこんな感じの顔のまま歌表情で歌ってるけれども、フィーリングはとってもいいと思うけれども、このフィーリングってセンスってなんか、お初めて聞いたぜって感じがしないです。前にこういう歌手の方いらっしゃったなって思っちゃうんで、彼のオリジナルがまだ全然よくわかりません。映像を見た率直な感想、感じない、響かない。みんな上手に歌おう、よく見せようという意識に縛られて自由じゃない。歌うことは本来自由な行動なはずです。練習生の諸君が目指すところはこのオーディションで11人に最後に残ることだけですか。僕が目標とするところは違います。僕は天から降り注ぐような希望を世界中に届けられるような歌、大地から力強い生きる力を湧き起こせるような歌、そういう歌を届けられるようなシンガーが育ってくれること、これが僕の目標です。